おざす、ティッシスンです。さて今回はこちら BF2042、AK24 使っていこうかなと思っております。まあなんとなく使っていきます。特に理由はないですけど、はい。で使っていく、いや、まあ、使っていくというか、まあ、やっていくマップはこちらね、みんな大好き歩兵マップリダクテッド。だどうかな、リダクテッドも出てから結構時間経つから、そろそろマスターが生まれる頃合いかもしれません。もう リダクテッドばっかやってますみたいな、はい。そうなったらちょっと勝ちようがないけど頑張ります。はい。まあ BF の歴代近距離マップではね、大体そういうマスターが生まれるんですよ。うん。3だったらメトロマスターかな。で、4なら多分ロッカーマスターいたと思います。1はね、アルゴンヌマスターかな。まあ時点で防御祭マスターがいたかもしれませんが、まあ5は多分デバステーション。いや、違うか。5はどうだろう。アンダーグラウンドかな。アンダーグラウンドマスターがいっぱいいたかもしれません。はい、そしてそうハードライン、ハードラインのインファイトマップ、ザブロック、ザブロックマスター聞いたことがない。ザブロックはねインファイトマップながら唯一クソマップなんで、はい。まあ、どうなんでしょうか。まあこの リダクテッドはね2042、まあマスターが生まれるにはいいマップじゃないでしょうか。まあとりあえずやっていきましょう。はい、いる、あ、いらっしゃいませ。あ、嘘だろ倒したかなと思ったら、なんか死体の裏からひょっこり現れやがった、びっくりした。あ、ただし蘇生が入る。ちょっと状況を振りながら、まあこの A は裏取りされないで済みそうかな多分、はい。まあ、どれぐらい B が持ってくれるかって感じだけど、まあ、ちょっと地下差が50ほど開いちゃったんで、まあ、頑張っていきたい。はい。ただし、こちらの AK24、まあ、使いやすい武器ではありますが、レートが650、まあ、低レート枠ですね。はい。なので、まあ、立ち回りには、まあ、気をつけて、やっていきましょう。うん。まあ、ぶっちゃけよ、ぶっちゃけ、こいつ使うなら、まだスファーの方がいいかな、って感じはするけど、まあ、やっていきましょう。はい。OK。さあ、こちらの AK24。まあ、正直、まあ、上位下位っていうほど性能差はないけど、正直あのスファーとこいつには同じような感じで撃てるんだけど、ちょっとだけこいつの方がレート高いし、30ぐらいかな。うん。まあそれでもね、まあ、貴重なアブタマットカラシニコフ枠なんで、まあ、大切に使っていきたい。あ、いや AK やったっけ、ボルト武器。あいつ5発切れじゃなかったっけな。まあ一応レート900だけど、なんか強化入ったのな。まあまあまあいいでしょう。はい、いる。あ、やべ、あ、ちょ、グレー投げて、あ、この遮蔽物の使い方よ。よし、完璧や。危なかった。よし、いいぞ。てか、ボルト武器、シーズン6出てくれるんかな。出てこなかったらやーよ。2丁ぐらい、2丁、いや、いや、いや、その2丁とかじゃない、もう、5丁ぐらい出てきてほしいね。せめて、ボルト武器なら。もう、シーズン5の、あの、うんこみたいなアップデートの、同じ、そのわらじや踏まないでもらいたい。ぜひとも潤沢なアップデート、潤沢じゃなくてもいいから、なんかこう、うん、変わり映えのする、あ、武器1丁でも2丁でもいいんで、もう正直いろいろとアップデートはしていただきたい感じ。 OK ナイス。はい。でなんかブラボーいっぱい来てるんで守ろうか。でん、こっち味方いないよな。ってことはあ、そっかな、来て、あー、いらっしゃいます。やっていきます。 OK。 でちょっと怖いね、まだ。てかここ抜かれてんならアルファまで抜けてるやついるんじゃないか。ちょっとわかんないね。まあまあいいや。あ、そっから抜けてきたのかな、ぽいな。いますわ、逃げますわ。やらして、あー、どうぞ来た、さよなら、どうぞ。あかんて、はい。で、あ、いる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 、あ、あ、あ、気持ちいい。ちょ、いいぞ、なんかいいぞ。バレてない、バレてない、いいね。でまだ来てんじゃない、これ上、やばいやばいやばい。あー、ありがてー、ご両親蘇生で来てくれた。でもう大丈夫。あ、これ嫌な予感がする。あ、ですよね。逃げてけよかったな。はい、いる、 OK。 まあ低レート AR で反動も少ないんで、こいつ AK さん、まあ、こういうどん詰まりになった状態で、まあ、こういう膠着戦って言ったらいいの、まあ、前線が作られちゃう場合にこう
針の穴を通すような射撃で削っていく、それができますな。はい、味方左行ったな、俺右行くわ。ナイスカバーありがてあって思った今、うん、ただなんとかなって、これ、あ、逆にやべえ、スモークで何も分かんない。上の味方はこれ何でしょうね、まだいるな、行きます。あ、了解、はい、行った今、 OK でやって、まだいる、いる、 OK 逃げる、で蘇生しようか。さあまだこっちいるでしょ、近い近いがバレてバレ、あ、おお今世紀最強のクソゲーム出ました、シスゲームです、ありがとうございます。さあ奥で味方死んだが、これはちょっときついが、まずこっち起こそうか。来てますかね、ああやつが来てるな、あでもなんかやれたな、左、あ大丈夫、ちょっとまた押し込められた、あ、ただグレで逃げる、でかいで、いける、またグレグレポンポンガスね、ちょっと待てよ、なんか流れできないかな、これすげえ味方いるからなんかいけるとは思うんだけど、あちょっとうんこみたいなグレ出ました、ちょっと待てよ、あーなるほどね、無理かなこっち、うん、難しいっぽいな、ただ結構味方死んでるんで人数減ってもやばいし、もうちょっといようか、不毛な気もするな、うん、あー抜けてきてんわこれ、ドーザーさん前に来たってことはなんかもういろいろ来てるでしょ、来てるね、 OK さあ前に行きたいが、通路まで押し込められちゃうとなんかしんどいところではあります、 OK、 ああ了解、ただ蘇生もらえるんじゃない、ありがたい、下がった方がいいこれ、え、どうしよう、あグレだけ投げとくか、はい完璧です。さあグレにヒットなし、しばらくこれこの状況が続くようならスモーク持ってきた方がいいが、ただけた、ああキルできなかった、まあいいや、裏取りは阻止できたんで、こっちがやばいのか、あいるぞ、あやばい、あくそマジか、オッケーオッケー、まあまあまあいいでしょう、まあ、蘇生ぐらいもらえるんじゃないかな、ありがとうございます、えあれダメだった、マジでなんか蘇生入ってなかったっけ、まあまあいいや、はいという感じで、あーただ、チケサがもう50か、もうちょっと粘りますか、で粘って終わりです、ムカつくんで、アルファだけは守りきりたいね、はい、さあ、来てる、これ、来てるね、OK、やばい、これ、おいおいおい、いいですよ、まあ、このわちゃわちゃ感、悪くない、で、あー、敵さん、ちゃんとアイリッシュもいる感じ、なるほど。さあチケサあと10、チケサっていうかまあ残りチケット10、まあこれで終わりかな、OK、さっきから切る足が多いな、ラスト突っ込んでみるか、意地の1キル OK 終わりかな、はいというわけで、まあ AK24 自体はね、まあ、かなり使いやすい武器なんで、まあ、気が向いたら使ってみてください、はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。